私は材料科学、特に固体化学に関する研究に取り組んでいます。繊維金属酸化物に着目してナノレベルでの材料開発を行っています。酸化物をはじめとした物質はそれぞれ特有の結晶構造、原子の周期的な配列を持っています。例えば我々の身の回りにある酸化鉄では、鉄と酸素の原子配列に応じて赤いヘマタイト、黒いマグネタイトなど、その見た目やその特性が全く異なります。私は原子を一つずつ積み木を積むようにして結晶中の原子の配列を原子レベルで変化させたり、世の中にはない原子の配列を実現することで物質開発を行っています。最近では局所構造を原子レベルで変えるだけで物質の持つ機能を制御できる新しい構造制御法を開発しました。このような原子レベルで人工的に作成された酸化物は優れた機能や特異な物性を示すため、機能性材料として広く研究されています。実際の物質の作成や開発には想定していなかったような困難もしばしば伴いますが、目的の物質や自身のオリジナルの物質がうまく作成できた時の喜びや感動は何事にも代え難いものです。物質開発の魅力だと思っています。